コラとシャオランとパクれたカード。あ、いや、すっかり遅くなっちゃったよ。今日は夕飯の当番なのに。さくら！ケロちゃん、ダメだよ、まだ出ちゃ。誰かに見られたら。黒カードの気配や。え？えらい弱いが間違いない。カードや！どこから？ちょい待ち。この感じやと。こら、なるほど。あそこやな。あそこって？あの店や。ツインなんたらいう。ツインベル？そうや、それそれ、ツインベルや。またマキさんのところに。なんでなの？ワイにもわからん。けど、感じるやろ？サクラにもわかるはずや、この気配。ほんとだ。いくつかあるような。やっぱりあそこはカードが集まりやすいみたいやな。とにかくサクラ、カードキャプターの出動や！でも、夕飯の支度。なにお茶目言うてんねん。マキさんが危ない目に遭うてもええんかい。それはダメ。なら行くで、サクラ。あっちゃー、構造にも気づかれてしまったか。ふん、気にすんな、さくら。わいがついとる。行くで。ちょっとケロちゃん、マキさんに見られたら。リー君も感じたの？カードの気配。羅針盤がこの店を指したんだ。お前もわかったのか、この気配。ケロちゃんのおかげだよ。私は教えられて。ケルベロスか。まあいい、先に行くぞ。待ってよ。これだ。このカードの。やっぱり、このカードの中に。やっぱりって、前にもあったのか。案外大したことないな、小僧。このカードの中には今までいくつも黒カードが隠れとったんや。たまにこういう。そうか。たまにこういう場所があるんだ。特殊な力が集まりやすい場所。黒カードのような魔力を持ったものや、それに、幽霊。ほえー、ムッキー、前が言おうと思っとったのに。それにさくらは幽霊苦手なんや。チッとはきつかんかい、小僧。お前、苦手なのか、幽霊。だって、怖いんだもん。ごめんなさい、でも。心配するな。え？ここには、いない。大丈夫だ。リー君。俺は、騒がれると困るだけだ。ほな、そろそろ始めるで。順番に一枚ずつカードをめくっていって、引き当てた方がその黒カードの持ち主になる。カードは自分で持ち主を選ぶからな。どっちが取っても文句はなしや。順番は、さくらからでな。いいだろう。よっしゃ、勝負開始や。さくら、頑張りや！よし！しっかりな、さくら！よし！わあ！ストームのカードか。くそ、先起こされてもうたか。ごめんね、ケロちゃん。いや、まだ負けと決まったわけやないで。え？ああ。どうやら、こいつの他にも。まだカードが隠れとる。さくら、今度は負けるんやないで。うん。よし。しっかりな、さくら。やったー。
ストームのカードは構造を選んだか。しゃあない。持ち主を決めるんはカードやさかいな。こればっかりはどうにもならん。お前。ん？俺は帰る。なんなんや、あいつ。そう。あら、さくらちゃん、来てたのね。いらっしゃい。あ、こんにちは、マキさん。また来ちゃいました。嬉しいわ。ゆっくりしていってね。そうだ。おいしいお茶があるの。これが終わったら入れるわね。ちょっとだけ待っててくれる？いいんですか？すみません、いつも。いいのよ。あら？え？私、そういえば。どうしたんですか？確か、ドアに鍵かけて。さくらちゃん、ドアに。夕飯の支度しなきゃ。そうだった、忘れてた。ごめんなさい、今日はもう帰ります。さようなら。また来ます。ごめんなさい。さくらちゃん。またツインベルからクローカードの気配がするとケロちゃんが言い出しました。夕飯の支度があったんですが、マキさんに何かあったら大変です。とにかく行ってみました。 B 君も来ていました。 B 君とケロちゃんは会うと必ず揉めます。今回は B 君とカードを取り合うことになりました。ストームのカードはB 君に渡ってしまいました。夕飯の支度も遅くなってお兄ちゃんに意地悪言われたし、今日は散々です。